今夜お話しするビール夫人の亡霊はディフォー・ダニエルの作品で世界会談名作集に収録されています。物語は事実とされ理性的な人々にも納得させる出来事が描かれています。物語を楽しむためには背景知識を持つこと、テーマと登場人物を理解すること、 そして自分の感想を持つことが重要です。この物語を読む際には、これらの点を心に留めておくと良いでしょう。それでは、朗読を始めましょう。ビール夫人の亡霊。デフォー・ダニエル・デフ。現代語訳、リラックス・ストーリーズ・テレビ。この物語は事実であり、 理性に富んだ人々にも納得させるような出来事が含まれています。この物語は、ケント州のメイドストーンの治安判事である非常に聡明な紳士から、ここに書かれている通りに、ロンドンにいる彼の友人に知らせられました。また、この物語に登場するバーグレーブ夫人の近所に住んでいる上記の判事の親戚で、 冷静な理解力を持つ一人の女性もこの事実を確認しています。従って、治安判事は自分の親戚の女性も確かに亡霊の存在を認めていると信じています。また、彼の友人に対しても、この物語の全てが真実であると断言しています。そして、 その亡霊を見たというバーグレーブ夫人自身の口から、この物語をそのまま治安判事に伝えたその女性は、正直で善良で敬虔なバーグレーブ夫人が、この事実を口頭無形な物語に装飾するような女性ではないと信じています。私がこの事実をここに引用したのは、この世の私たちの人生にはさらにもう一つの生活があり、 そこで公平な神が私たちが生きている間の行為に対して審判を下すからです。私たちは自分が現世で言った過去の行為を反省しなければならない。また、私たちの現世の生命は短く、いつ死ぬかわからないが、もし不信仰の罰を免れて、信仰の報酬として来世における永遠の生命を得ることができるなら、 今後は速やかに悔い改めて神に帰還し、悪を避け、善を行うように心がけなければならない。幸いにも神が私たちに目を向けてくださり、神の前で楽しく暮らせるような来世のために、現世で信仰の生活を導いてくださるなら、直ちに神を求めなければならないということをお互いに考えるためです。 この物語は非常に珍しい出来事の一つです。実際、私がこれまでに読んだり、人から聞いたりしたことの中で、この話ほど私の心を引きつけたものはありませんでした。したがって、これは好奇心旺盛な真剣な探求者を満足させるに十分だと思います。バーグレーブ夫人は現在生きていて、 亡くなったビール夫人の霊が彼女のところに現れたのです。バーグレーブ夫人は私の親しい友人で、私が知ってから最近の15、16年間、彼女は評判の良い女性でした。また、私が初めて彼女と親しくなった時でも、彼女は若い頃の純粋な性格を保っていました。しかし、 この物語以来、彼女はビール夫人の弟の友人などから誹謗中傷を受けています。彼らはこの物語を気違い沙汰だと思い、彼女の名声を傷つけようとし、一方で、その物語を笑い飛ばそうとしています。しかも、彼女は誹謗中傷を受けている上に、さらに不業績な夫から虐待を受けています。 しかし、彼女の明るい性格は少しも失望の色を見せず、また、こういう境遇の女性にしばしば見られるような、ぶつぶつと不満を言うような鬱つ症に陥ったこともありません。夫の野蛮な行為の最中でも、彼女は常に明るかったということは、私をはじめ他の多くの名簿ある人々も承認になっています。さて、 ビール夫人についてお伝えしますが、彼女は30歳くらいの中年女性で、娘のような穏やかな女性でしたが、数年前に人と話している最中に突然病気になり、それから痙攣的な発作に悩まされるようになりました。彼女はドーバーに家を持っていて、たった一人の弟の面倒を見ていました。 彼女は非常に信心深い女性でした。その弟は見た目には非常に落ち着いた男性でしたが、今では彼はこの物語を極力否定しています。ビール夫人とバーブレーブ夫人は子供の頃からの親友でした。子供の頃のビール夫人は貧しかった。彼女の父親は日々の生活に追われ、 子供の面倒を見る余裕がなかった。同じ頃のバーグレーブ夫人もまた、同じように不親切な父親を持っていたが、ビール夫人のように食事や衣服に困ることはなかった。ビール夫人はよくバーグレーブ夫人に向かって、あなたは最高の友達で、世界で唯一の友達だから、 何があっても永遠に私たちの友情は失われないと言っていた。彼女たちはしばしばお互いの不運を嘆き合い、ドレリンコート、17世紀のフランスの神学者の死に関する著書や、その他の書物を一緒に読み、そしてまた、二人のキリスト教徒の友達のように、彼女たちは自分たちの悲しみを慰め合っていた。その後、 彼女はビールという男と結婚した。ビールの友達は彼を紹介してドーバーの税関で働くようにしたので、ビール夫人とバーグレーブ夫人との交流は自然と次第に遠ざかった。それは二人の間が気まずくなったわけではなく、ただ心が離れていっただけで、結局バーグレーブ夫人は二年半も彼女に会わなかった。もちろん、 その間の12ヶ月以上はバーグレーブ夫人がドーバーにいなかったし、最近の半年間ではほとんど2ヶ月間カンタベリーにある自分の実家に住んでいた。この実家で1705年9月8日の午前、バーグレーブ夫人は一人で座って自分の不運な人生を考えていた。そして、 自分の逆境も全て生まれつきの運命であると諦めなければならないと自分自身に言い聞かせていた。そして彼女はこう言った。私はもう前から覚悟をしているのだから運命に任せて落ち着いていればいい。そしてその不幸も終わるべき時には終わるだろうから自分はそれで満足していればいい。そこで 彼女は自分の張り仕事を取り上げたが、しばらくは仕事を始めようともしなかった。すると、ドアをノックする音がしたので、出てみると、乗馬服を着たビール夫人がそこに立っていた。ちょうどその時、時計は正午の12時を打っていた。あら、あなたと、バーグレーブ夫人は言った。 長い間お目にかからなかったので、あなたに会えるとは、本当に思いもよりませんでした。バーグレーブ夫人は彼女に会えたことの喜びを述べ、挨拶のキスを申し出ました。しかし、ビール夫人は私は病気なので、と言いながら、そのキスを断りました。彼女は旅行中でしたが、 何よりもバーグレーブ夫人に会いたくてたまらなかったので、訪ねてきたと言いました。あら、あなたはどうして一人で旅をするのですかあなたには優しい弟さんがいるのではありませんかとバーグレーブ夫人が訪ねました。ええ、とビール夫人が答えました。私は弟に内緒で家を飛び出してきました。 私は旅立つ前に、ぜひあなたに一度お目にかかりたかったのです。バーグレーブ夫人は彼女と一緒に家に入り、一階の部屋に案内しました。ビール夫人はバーグレーブ夫人が今まで座っていたリクライニングチェアに座り、ねえ、あなた。私は再び昔の友情を続けていただきたいと思います。 それで今までのご無沙汰のお詫びをしながら伺ったのです。ねえ、許してください。やっぱりあなたは私の一番好きな友達なのですから、と言いました。あら、そんなことを気にしなくてもいいのですよ。私は何も思っていませんから、すぐに忘れてしまいます、と、バーグレーブ夫人は答えました。 あなたは私をどう思っていらっしゃるのですか、と、ビール夫人は尋ねました。特に何も。世間の人々と同じように、あなたも幸せに暮らしているので、私たちのことを忘れているのだろうと思っていましたと、バーグレーブ夫人は答えました。それからビール夫人はバーグレーブ夫人に色々な昔話を始め、 その当時の友情や逆境の時に毎日交わしていた会話、互いに読み合った書物、特に面白かった詩に関するドレリンコートの著書などを思い出させました。そしてまた、彼女はドクター・シャーロック、英国の著名な宗教家のことや、英訳された詩に関するオランダの著書などについて語りました。しかし、 ドレリンコートほどしと未来を明確に書いた人はいませんと言って、彼女はバーグレーブ夫人にドレリンコートの著書を持っていないかと尋ねました。バーグレーブ夫人が本を持っていると答えると、ビール夫人はそれを持ってきてくれと頼みました。バーグレーブ夫人はすぐに2階から本を持ってきました。それを見ると、ビール夫人はすぐに話し始めました。 ねえ、バーブレイブさん。もし私たちの信仰の目が肉眼のように開いていたら、私たちを守っているたくさんの天使が見えるでしょうね。この本でドレリンコートも言っているように、天国はこの世にも存在します。だから、あなたも自分の不運を不運と思わず、全能の神が特にあなたを見守っているのだから、 不運が自分の役目を果たし終えれば、きっとあなたから去ってしまうと信じてください。そして、私の言葉も信じてください。あなたのこれまでの苦労は、これからの幸福の一瞬で永遠に報われるでしょう。神がこんな不運な境遇であなたの一生を終わらせるなんて、私にはどうしても信じられません。 もうこれまでの不運もあなたから去ってしまうか、あるいはあなた自身がそれを去らせてしまうでしょうと私は確信していますと彼女は言いました。彼女がそう言いながらだんだんと熱を帯びてきて手のひらで自分の膝を叩きました。その時の彼女の態度は純真でほとんど神々しく見えたので、 バーグレーブ夫人はしばしば涙を流すほど深く感動しました。それからビール夫人はドクター・ケンディックの禁欲生活の終わりに書かれている初期のキリスト教徒の話をし、彼らの生活を学ぶことを進めました。彼らキリスト教徒の会話は現代人の会話と全く違っていました。つまり、 現代人の会話は実に軽薄で無意味で、古代の彼らとは全くかけ離れています。彼らの言葉は教訓的であり、信仰的でしたが、現代人にはそうしたところはほとんどありません。私たちは彼らがしてきたようにしなければならない。また、彼らの間には心からの友情があったが、 現代人には果たしてそれがあるのかということを語りました。本当に今の世の中では、心からの友達を求めるのは難しいことですね、と、バーグレーブ夫人も言いました。ノーリスさんが円満なる友情と題する詩の美しい写本を持っていられましたが、本当に立派なものだと思いました。あなたはあの本をご覧になりましたか いいえ。しかし私は自分で写したのを持っています。お持ちですかと、ビール夫人は言いました。では、持っていらっしゃいな。バーグレーブ夫人は再び2階からそれを持ってきて、それを読んでくれとビール夫人に差し出しましたが、彼女はそれを断り、あまりうつむいていたので頭痛がしてきたから、 あなたに読んでもらいたいと言いました。バーグレーブ夫人が読んだところ、この二人の夫人がその詩に歌われたる友情を称えていたとき、ビール夫人は、ねえ、バーグレーブさん。私はあなたをいつまでもいつまでも愛します、と言いました。その詩の中には極楽という言葉を二度も使っていました。ああ 詩人たちは天国にいろいろの名をつけていますねとビール夫人は言いました。そして彼女は時々目をこすりながら言いました。あなたは私が持病の発作のためにどんなにひどく体を壊しているかをご存じないでしょう。いいえ。私にはやっぱり以前のあなたのように見えますとバーグレーブ夫人は答えました。 すべてそれらの会話は、バーグレーブ夫人がとてもその通りに思い出して言い表すことができないほど、非常に鮮やかな言葉でビール夫人の亡霊によって進行したのでした。1時間と45分を費やした長い会話を全部覚えていられるはずもなく、また、その長い会話の大部分はビール夫人の亡霊が語っているのである。 ビール夫人はさらにバーグレーブ夫人に向かって、私の弟に手紙を出して、私の指輪は誰に送ってくれ、二箇所の広い土地は私のいとこのワトソンに与えてくれ、金貨の財布は私の資質キャビネットにあるということを書き送ってくれ、と言った。話がだんだんと怪しくなってきたので、 バーグレーブ夫人はビール夫人が例の発作に襲われているのではないかと思った。もし椅子から床に倒れてしまったら大変だと考え、彼女の膝の前にある椅子に座った。こうすれば、前方からは落ちる心配はないと思った。それから彼女はビール夫人を慰めようと、に、三度その上着の袖を持ってそれを褒めた。 ビール夫人はこれはネリギヌで、慎重したものだと話した。それでも、その間にもビール夫人は手紙のことを繰り返し、バーグレーブ夫人に自分の要求を拒まないでほしいと懇願した。さらに、機会があれば今日の二人の会話を自分の弟に話してほしいとも言った。ビールさん、私にはあまり差し出がましくて、 承諾していいか悪いかわからない。それに、私たちの会話は若い男性との感情をどんなに害するでしょうと、バーグレーブ夫人は渋るように言って、なぜあなたご自身でおっしゃらないのです。私はその方がずっといいと思います、と付け加えた。いいえと、ビール夫人は答えた。 今のあなたには差し出がましいように思えるでしょうが、後であなたにもわかるときがあります。そこで、バーグレーブ夫人は彼女の懇願を受け入れるために、ペンと紙を取りに行こうとしましたが、ビール夫人は今でなくても大丈夫です。私が帰った後で書いてください。必ず書いてください。と言いました。 別れる時には彼女はさらに強調し、バーグレーブ夫人は彼女に固く約束しました。彼女はバーグレーブ夫人の娘のことを尋ねたので、娘は留守だと答えました。しかし、もし会っていただけるなら、呼んできましょうとバーグレーブ夫人が答えると、そうしてくださいとビール夫人は言いました。 そこでバーグレーブ夫人は彼女を残して隣の家へ娘を探しに行きました。帰ってきてみると、ビール夫人は玄関のドアの外に立っていました。今日は土曜日で死が開かれていたので、彼女はその家畜死を眺めて、もう帰ろうとしていました。バーグレーブ夫人は彼女に向かって、なぜそんなに急ぐのかと尋ねました。 彼女はおそらく月曜日までは旅行に出られないかもしれないが、とにかく帰らなければならないと答えました。そして、旅行する前にもう一度、いとこのワトソンの家でバーグレーブ夫人に会いたいと言いました。それから彼女は、もうお別れしますと別れを告げて歩き出し、街の角を曲がってその姿は見えなくなりました。 それはちょうど午後1時45分過ぎでした。9月7日の正午12時に、ビール夫人は持病の発作のために亡くなりました。その死ぬ前の4時間以上はほとんど意識がありませんでした。臨床塗り意識サクラメントはその間に行われました。ビール夫人が現れた次の日の日曜日に、 バーグレーブ夫人は体調が悪く、喉も痛んでいました。その日は終日外出することができませんでした。しかし、月曜の朝、彼女は船長のワトソンの家へ女中をやり、ビール夫人がいるかどうかを尋ねさせました。そこの家の人たちはその問い合わせに驚き、彼女は来ていない。 また来るはずもないという返事を送りました。その返事を聞いても、バーグレーブ夫人は信じませんでした。彼女はその女中に向かって、多分あなたが名前を言い違えたのか、何かの間違いをしたのだろうと言いました。それから体調の悪さを押して、彼女は頭巾をかぶり、自分と一面識のない船長ワトソンの家へ行き、 ビール夫人がいるかどうかを再度尋ねました。そこの人たちは彼女の再度の問い合わせにさらに驚き、ビール夫人はこの町には来ていない。もし来ていれば、きっと自分たちの家へ来なければならない、と答えました。それでも私は土曜日に2時間ほどビール夫人と一緒にいましたのですが、と彼女は言いました。いや、そんなはずはない。 もしそうだとすれば、第一自分たちがビール夫人に会っていなければならないとお互いに押し問答をしている間に、船長のワトソンが入ってきて、おそらく彼女が死んだので、お知らせがあったのだろうと言いました。その言葉がバーグレーブ夫人には妙に気になったので、早速にビール夫人一家の面倒を見ていた人のところへ手紙で問い合わせ、 初めて彼女が死んだことを知りました。そこで、バーグレーブ夫人はワトソンの家族に、今までの一部始終から、彼女の着ていた着物のしまがらや、しかもその着物は練り衣であるといったことまでを打ち明けて話しました。すると、ワトソン夫人は、あなたがビールさんをご覧になったとおっしゃるのは本当です。 あの人の着物が練り絹だということを知っている者は、あの人と私だけですから、と叫びました。ワトソン夫人はバーグレーブ夫人が彼女の着物について言ったことは、何から何まで本当であると主向し、私が手伝ってあの着物を縫ってあげたのです、と言いました。そして、ワトソン夫人は街中にそのことを言い広めながら、 バーグレーブ夫人がビール夫人の亡霊を見たのは事実であると証明しました。その夫のワトソンの紹介によって、二人の紳士がバーグレーブ夫人の家へ訪れて、彼女自身の口から亡霊の話を聞いていきました。この話がたちまち広まると、あらゆる国の紳士、学者、分別のある人、 無神論者などという人々が彼女の門前に史上をなすように押しかけてきました。しまいには邪魔をされないように防御するのが彼女の仕事になってしまいました。というのは、彼らは大抵幽霊の存在ということに非常な興味を持っていた上に、バーグレーブ夫人が全然鬱症になどかかっていないのを目撃し、 また彼女がいつも愉快そうな顔をしているので、すべての人たちから好意を向けられ、かつ尊敬されているのを見分して、大勢の見物人は彼女自身の口からその話を聞くことができれば、大いなる記念にもなると思うようになりました。私は前に、ビール夫人がバーグレーブ夫人に向かって、 自分の妹とその夫がロンドンから自分に会いに来ていると言っていたことをあなたに話しておかなければならなかった。その時にもバーグレーブ夫人がなぜ今が今そんなに色々のことを整理しなければならないのですかと尋ねるとでもそうしなければならないのですものとビール夫人は答えています。 果たして彼女の妹夫婦は彼女に会いに来て、ちょうど彼女が息を引き取ろうという時に、ドーバーの街へ着いたのでした。話はまた前に戻りますが、バーグレーブ夫人はビール夫人にお茶を飲むかと尋ねると、彼女は飲んでもいいのですが、あの気違い、バーグレーブ夫人の夫を刺すがあなたの道具を壊してしまったでしょうね、と言いました。 そこで、バーグレーブ夫人は、私はまだお茶を飲むぐらいの道具はありますと答えましたが、彼女はやはりそれを辞退して、お茶などはどうでもいいではありませんか。打ち捨てておいてくださいと言ったので、そのままになってしまいました。私がバーグレーブ夫人と数時間向かい合って座っている間、 彼女はビール夫人の言ったうちで今までに思い出せなかった言葉はないかと一生懸命に考えていました。その結果、ただ一つ重要なことを思い出しました。それはブレトン老人がビール夫人に毎年10ポンドずつを給与していてくれたという秘密で、彼女自身もビール夫人に言われるまでは全然知らなかったのです。 バーグレーブ夫人はこの物語に手加減を加えるようなことは絶対にしませんでしたが、彼女からこの物語を聞くと、亡霊の実在性を疑っている人間や、少なくとも幽霊などと馬鹿にしている連中も迷ってしまいました。ビール夫人が彼女の家へ訪ねてきたとき、 隣の家の召使いはバーグレーブ夫人が誰かと話しているのを庭越しに聞いていました。そして彼女はビール夫人と別れるとすぐに一軒置いて隣の家へ行って昔の友達と夢中になって話していたと言ってその会話の内容までを詳しく語って聞かせました。それから不思議なことにはこの事件が起こる前に バーグレーブ夫人は死に関するドレリンコートの著書をちょうど買っておいたのです。それからまた、こういうことに注目しなければならないのです。すなわちバーグレーブ夫人は心身ともに非常に疲れているにもかかわらず、それを我慢してこの亡霊の話を一つ一つみんなに語って聞かせても、決して一線も受け取ろうとはしないばかりか。 彼女の娘にも人から何一つもらわせないようにしていたので、この物語をしたところで彼女には何の利益もあるはずはないのです。しかも、亡霊の弟のビール氏は、極力この事件を隠蔽しようとした。彼は一度、バーグレーブ夫人に親しく会ってみたいと言っていたが、姉のビール夫人が死んだ後、 船長のワトソンの家までは行っていながら、ついにバーグレーブ夫人を訪れなかった。彼の友達らはバーグレーブ夫人のことを嘘つきだと言い、彼女は前からブレトン氏が毎年10ポンドずつ送ってくることを知っていたのだと言っている。しかし、私の知っている名簿家の間では、 帰ってそんな風に言い触らしているご本尊の方が嘘つきだという評判が立っている。ビール氏はさすがに紳士であるだけに、彼女は嘘を言っているとは言わないが、バーグレーブ夫人は悪い夫のために気違いにされたのだと言っている。しかし彼女がただ一度でも彼に愛さえすれば、彼の口実を何よりも有効に論爆するであろう。 ビール氏は姉が臨終の間際に何か遺言することはないかと尋ねると、ビール夫人はないと言ったそうである。なるほど、ビール夫人の亡霊の遺言は極めてつまらないことで、それらを処理するために別に裁判を仰ぐというほどの事件でもなさそうである。それから考えてみると、彼女がそんな遺言めいたことを言ったのは、 要するにバーグレーブ夫人をして自分が亡霊となって現れたという事実を明白に説明させるためと、彼女が見分した事実団を世間の人たちに疑わせないためと、もう一つには理性のかった、分別のある人たちの間にバーグレーブ夫人の評判を悪くさせまいための心遣いであったように思われるのである。それからまた、 ビール氏は金貨の財布もあったことを承認しているが、しかし、それは夫人の資質キャビネットではなくて、櫛箱の中にあったと言っている。それはどうも信じがたい気がする。なぜなら、ワトソン夫人の説明によると、ビール夫人は自分の資質の鍵については非常に用心深い人であったから、 おそらくその鍵を誰にも預けはしないであろうというのである。もしそうであるとすれば、彼女は確かに自分の資質から金貨を他へ移すようなことはしなかったであろう。ビール夫人がその手で何度も両方の目をこすったことと、自分の持病の発作が顔を変えはしないかと尋ねたことは、わざとバーグレーブ夫人に自分の発作のことを思い出させるためと、 彼女が弟のところへ指輪や金貨の分配方法を書いて送るように頼んだことを、臨住の人の要求のように思わせずに、発作の結果だと思わせるためであったように考えられます。それであるから、バーグレーブ夫人も確かにビール夫人の持病が起こってきたものと思い違いをしたのでしょう。 同時にバーグレーブ夫人を驚かせまいとしたことは、いかに彼女を愛し、彼女に対して注意を払っていたかという実例の一つでしょう。その心遣いはビール夫人の亡霊の態度に四重一貫して現れていて、特に白昼彼女のところに現れたことや、挨拶の接吻を拒んだことや、一人になった時や、さらにまたその別れる時の態度、 すなわち彼女に挨拶の接吻をまた繰り返させまいとしたことなどが皆それであった。さて、なぜビール氏がこの物語を気違い沙汰であると考えて、極力その事実を隠蔽しようとしているのか、私には想像がつきません。世間ではビール夫人を善良の亡霊と認め、 彼女の会話は実に神のごときものであったと信じているのではないでしょうか。彼女の二つの大いなる使命は逆境にあるバーグレーブ夫人を慰め、信仰の話で彼女を力づけようとしたことと疎遠になっていた謝罪を言いに来たことであった。また仮に何か複雑な事情や利益問題ということを抜きにして、 バーグレーブ夫人がビール夫人の死を早く知って、金曜の昼から土曜の昼までにこんな筋書きを作り上げたものと想像してみてください。そんな真似をするような彼女であったらば、もっと基地があって、もっと生活が豊かで、しかも他人が認めているよりも、もっと陰険な女でなければならないはずです。 私は何度もバーグレーブ夫人に向かって、確かに亡霊の上着に触れたかどうかを問いただしてみましたが、いつも彼女は謙遜して、もしも私の感覚に間違いがないならば、私は確かにその上着に触れたと思います、と答えるのでした。それからまた、亡霊がその手で膝を叩いた時に、確かにその音を聞いたかと問いましたが、 彼女は聞いたかどうかはっきりとは記憶していないが、その亡霊の肉体は自分と全く同じものであったと言いました。それですから、私が見たのはあの人ではなくて、あの人の亡霊であったと言われれば、今私と話しているあなたも、私には亡霊かと思われます。あの時の私には、恐ろしいなどという感じは全くありませんで、 どこまでも友達のつもりで家に入れて、友達のつもりで別れたのです。また、彼女は、私は特にこの話を他人に信じてもらおうと思って、一銭の金も使った覚えもありませんし、また、この話で自分が利益を得ようとも思っていません。むしろ自分では、長い間余計な面倒が増えただけだと思っています。 ふとしたことで、この話が世間に知れるようにならなかったら、こんなに広がらずに済んだのに、と言っていました。しかし今では、彼女もこの物語を利用して、できるだけ世の人々のためになるように尽くそうと、密かに考えてきたと言っています。そうして、その以来、彼女はその考えを実行しました。 彼女の話によると、ある時は30マイルも離れたところからこの物語を聞きに来た紳士もあり、またある時は一時に部屋いっぱいに集まってきた人々に向かって、この物語を話して聞かせたこともあったそうです。とにかく、ある特殊な紳士たちはバーグレーブ夫人の口からみんな直接にこの物語を聞いたのでした。 このことは私を非常に感動させたとともに、私はこの正確なる根底のある事実について大いに満足を感じています。そして、私たち人間というものは、確実な見解を持つことができないくせに、なぜに事実を論争し合っているのか、私には不思議でなりません。ただ、バーグレーブ夫人の証明と誠実さだけは、 いかなる場合にも疑うことのできないものでしょう。今夜の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、コメントといいねをよろしくお願いいたします。